です。バラジはドラマです。今日はどの番組について話します。私たちはプレゼンテーションを3つに分けます。1つ目はコンセプトです。2つ目は生き方です。3つ目は、おすすめです。まず、ドラマ1カピの営業時間は午前10時から午後10時までです。毎日会います。このコンセプトは市の中心にあってにぎやかなところでいろいろな店があります。これはザモーバンカピーの生き方の地図です。私たちはいろいろな生き方を調べます。まずは大学からザモーバンカピーまで晩の1時間ぐらいかかって30バーツです。大学までソンヘオに乗ってエアポリンクで乗ります。そしてラカバン駅からフォーマーク駅まで乗ってバスに折り返います。全部40バーツです。最後は電車に乗ったらフォーマーク駅で乗ってバスに乗り換えます。全部で13バーツです。次はおすすめのお店です。ザモーバンカピーは5階あります。いろいろな店があります。例えばレストランとか化粧屋とか映画館とかあります。デザートを食べたかったらセオビンコがおすすめです。とてもおいしいです。次はボンチョンです。韓国から来た店でとても人気な店です。これはレッドサンドの名前の店です。すき焼きを食べる場所です。そしていろいろな店があります。あまりお金がなかった人はフードコートへ行きましょう。次は BNK48 カフェショップ。今回は BNK48 と映画館があります。 BNK48 はオタクに人気があっていろいろな人たちが集めて BNK たちと写真を撮ったりカフェショップで飲み物を買ったりします。はい、次はザモーバンカピーの周りの見るツアーのモノロールです。500バスの粒子ショーの集めたら1回乗ります。最大3人まで1つの特権です。これは営業時間です。ザモーバンカピーの横は市場があります。バワンナ市場と言います。安くて賑やかでいろいろなお店があります。次はワーターパークです。皆さん知っていますか？ここは涼しくて楽しい場所です。
営業時間は10時から11時までです。子供には120ワーツで大人は200ワーツです。ぜひ来てください。何か質問などありませんか？ありません。はい、これまでご清聴ありがとうございました。